はい、こんにちは。これはオースティンのアイブロウといいまして、こちらを買ってきたので1950円ね、買ってきました。で、それでこのオースティンのアイブロウという、ミニカーなんですが、まあ、こちらの方はですね、納車したんですが、オースティンとね、まあ、こう書かれてあって、このような、車に、まあ、なってます。で、これが、オースティンアレグロというね、まあ日本ではあまり見かけない車ですけども、この車は一回り大きな右として交渉を施し、ベストセラーとなった ADO16 シリーズの発展型がアレグロで、1973年5月リリースした。ADO16 よりわずかに大きくなったブレーは、2フォードバスタンド、2ドアプラステールゲートのエステートに出演するので、スタインがボダンサイズされたものの個性は弱めない。いわゆる石5日方式両側エンジン、横置きより前輪起動のほか、基本的な構造は ADO16 のそれを受け取るが、サスペンションはラバーと液体という、ハイドルステックから窒素ガス、プラス液体のハイドルガスに進化した。もちろん全国を、ね、前輪独立だ。ハワイとは ADO16 を受け継いだ A タイプの4気筒 OHV、1098cc、45馬力。1275cc 57馬力のほか、マキシムから利用した E タイプの1000気筒、SOH1485、68馬力、1748cc、90馬力に運転、ギアボックスは1100、1300から4段 NT、1500、1750は5速 NT が標準で、1100を除くオプションで4段 AT が要求、4速 AT が要求。75年10月にフェイリストを受けてアレグロ2となったが、主な変化点は、各グレードごと区別していたフロントグリルの最上級車種のものに統一したこと、ペダルを前方にまたリアシートを後方に移動させることによってルームスペースを最大にしたこと、および特徴であった四角いステアリングホイールを普通の丸型に収めたことなどである。で、79年10月にエアダムスカートを設備するなら再びフェイリストを受け、アレグロさんと、なったということなんですね。で、この車が1973年の1月から1983年の1月までまあ、販売されていた、車でですね。で、こういうふうに、いうふうになっております。で、非常にこういうふうな、まあ、形になってて、この後ろがこう独特な、まあ、形がね、まあ、気に入って、面白い形でちょっと気に入っていて、で、こういうふうになっています。まあ、ミニの、ほんとちっちゃい、まあ、こう、ちっちゃい版というか、後継版というか、まあ、そういった感じのオースティンでのね、まあ、車になるんですけど、なかなか、いやですね。まあ、日本ではあまり見かけないですけどね、これ独特すぎてね。あまりこういう独特な車ってあまり受け入れないかといんですけども、まあ、なかなかこういうのってのは面白いなっていう感じで、非常にこの、型の車っていうのがね、面白くてね、いいなーっていう感じで、こういう風になっていて、非常にね、独特さがあって、この紫の独特の車というのが非常に面白いなと。色合いといいね、この色も独特だし、形もこの独特さがいいなという感じでございます。これなかなかミニカーとしてはないかなと思いますね。で、写真ですと、まあ、このように細かく内装までね、この写真だと細かく作られますよっていうところがね、いいなというところがあるかなというところなんですけども、まあ、あとはこういうふうに、部品なんかもこうね、ついてるよっていうことで、多分、これほとんど、まああれですね、つけてない、部品とかつけてないから、ほとんど部品のままって感じですね。内装がこういうふうによくできていて、まあ、なかなかいい車になってるんじゃないかなという感じです。どうもありがとうございました。